ゆくみてつやは、日本の作曲家、音楽プロデューサー、ベーシスト、ギターリスト、京都府出身、エーベックスマネジメント所属、日本作曲家協会会員。幼少の頃から、両親の影響で、ギターやピアノ等の楽器に触れ、音楽に囲まれた環境で育つ。高校時代に組んでいたバンドはベースを担当していたが、途中メンバー交代で、ドラムに変更。 高校卒業後、音楽専門学校に進学。在学中に制作したデモテープが各方面のプロデューサーの耳に止まり、コンポーザーとしての才能を見出され、ABEX と専属契約を結ぶ。作風としては、自身の生まれ育った京都を意識した和風テイストな作品が多い。2003年に、 浜崎あゆみのミニアルバム、メモリアルアドレスの表題曲を作曲。浜崎あゆみの楽曲を最も数多く手掛けている作曲家である。現在、ユーム所属の YouTuber、としみつや、ジェネなど、数多くのクリエイターの楽曲制作やプロデュースに、携わるなど多方面で幅広く活動している。 2013年10月から2017年4月、2017年4月から2018年3月、2018年4月。ありがとうございます。